新しい道具をゲットしました。ハンディーチェーンソーですね。コードレスチェーンソーです。この畑の、イラン木を、切るのに使っていこうと思います。前までこのブラック&デッカーっていうやつの、電動ノコギリみたいな感じでやってたんですけど、あれだとちょっと固定するプラスチックのところが折れてうまくちょっと使いにくくなってたので、思い切ってチェーンソーを買ってみました。初めてのチェーンソーなんですけど、まあ、使ってみようと思います。とりあえず一本木を切ってみました。切り口はこんな感じで、まあ悪くないですね。まあ結構ゴリゴリ削る感じなんで、チェーンソー初めて使ったんで、これで正しいのかわからないですけど、まあ、問題なく切れたんで、これでいいと思います。結構使えますね。ゴリゴリ削ってガンガン切り倒していけそうです。前使ってた電動ノコギリだとだいぶ時間かかってたんで、この枝も細かくするのに結構使えそうですね。いえ、3本ほどこのチェーンソーで切ってみたんですけど、バッテリーやっぱちっちゃいんか容量が小さいのか、このチェーンソーの出力が大きくて結構電池がすぐ減っちゃうみたいで、3本ぐらいやったらもう電池がなくなっちゃいましたね。2つ交換用も持ってきて切ってたんですけど、もう2つのバッテリー全部切れちゃいました。結構消費電力大きいみたいですね。でっかい容量のバッテリーでも買おうかなとは思います。バッテリー充電しつつ伐採を進めていきます。チェーンソー買って以前まで 18V の 2A の容量のバッテリー使ってたんですけど、これだと結構バッテリーすぐなくなっちゃったりして、全然持たなかったんで大きいバッテリーを買いました。で、4A で容量は倍になって、まあ重さも倍ぐらいになってるんですけど、厚さ的にも分厚くなってごついんですけど、このでかい容量のバッテリーを使ってガンガン木を切っていこうと思います。でこちらトマトのハウスなんですけど、地際っていうか畝の上にすごいでっかいキノコが生えてきてきました。すごい立派な。で、多分ここもっこりしてるのもキノコなんですけど、見えるか？うわー、でかい。でっかいのがいます。すごい。結構堆肥入れてるんで、ところどころ多めに堆肥が固まったところにこういうの生えてくるのかなと思いますけど、すごい傘がバキッと。うわー、食べれなさそうな、食べたら危なそうですね。毒キノコかしら。すごい。ここに胞子も落ちてますね。綺麗ですけどね。食べれそうな雰囲気ありますけど、怖いので食べません。たまにちょくちょくちっちゃいキノコは生えてきたりすることはあったんですけど、こんな、だって15センチぐらいあります。これで、だいたい15センチですね。傘15センチのキノコ。すごい。初めて見ました。ここにもあって、もう何箇所か、この傘の大きなキノコが生えてるところがあって、これはいい状態なのか、いまいちわかりませんが。まあでもキノコは、おがくずとか入ってるんで、そういう炭素率の高いものを分解してくれてるという解釈をして、都合よく思ってますけど。まあ、これがよく働いてくれると嬉しいです。